不用心だな。先輩、信長先輩ってきたなー、この部屋。先輩、うわっ、いやー、ちょっと先輩、よく寝た。なんという素晴らしい目覚めだろう。先輩、止めてください、アラームを。ああ、はい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 。おはようございます。はい、おはようございます。いやー、気分よく目覚めた。この快眠効果は想像以上だ。あつ森は違うな、別格だ。先輩、これ苦情とか来ないんですか？真っ昼間にこんなガンガン鳴らして。そんなことないよ、これぐらい出した方がいいじゃん。ひーちゃん、ダメだよ、ひよっちゃん。秀吉だけにね。その通り。まあ隣とか誰も住んでないし、直ちには苦情来ないと思うな。そうっすか。いやー、しかしなんか今日は朝から夕方の気配がするね。もしかして今は夕方なのではなかろうか。正解。そうか。ということは学校は部活であった。はい。夕べはずっと曲選んでたんだよね。気づいたら朝だったから、ちょっと仮眠を取ろうかと思って。にしては目覚ましの時間が遅すぎますね。ま、終わってしまったものは仕方ない。明日頑張ろう。そうですね、明日お休みですけど、とりあえずパソコンの電源をと。いや、明日の DJ は鳥だし、曲選ぶのに熱がこもるのはいいんすけど、先輩、片付けなくていいんすか？カメラ持ってきましたよ、今夜の DJ 配信用に。部屋とっちらかってのダダ漏れですけど。ああ、それね、ひーちゃんが片付けてくれると思って取っておいたんだけど。マジっすか。しんどいっすね。このカップ麺とかなんか浮いてますけど、セットがあんまりまとまってなくてさ。浮いてないな。今回は柴田さんとかダーマイくんのパーティーと違って私の主催だから、もっと違うお客さんも来てくれそうじゃん。そういう人のために何かけてあげたらいいかなと思って。言うことは偉いんだけどな。まあ先輩が真面目に選べばちゃんといい線いくと思いますけどね。おや、お世辞か。お世辞言ってんのか。これやめ、そこ引っ張んないでって、携帯落ちるから。いや、分かったから。最近思うんだけど。なんすか？音楽聴く人ってみんな自分の聴いてるのが一番かっこいいと思ってるとこあるかなとか。あー、なるほど、ちょっと言えてるかも。イベントなんて特にそうだけどさ、みんなが一番だと思ってる秘密兵器持ち寄って、みんなで次々にこうやってお客さんに聞いてもらうわけ。それってなんつうか、戦争みたいなもんじゃん。はあ、面白いこと言いますね、先輩。なんて言うんだろう。何が言いたいかというと、自分を信じて戦い抜くしかないか的な。マジっすか。やりますか？やっちゃってくださいよ。やらざるを得ないのか？その通りかと。織田軍、ファイト！よし、そうと決まれば今日は徹夜で新曲を。いや、ちゃんと寝ましょうよ。くれぐれも明日はちゃんと起きてくださいよ。同じイベント出るんでも、主催に回ったら結構早く入らないと実現しないんで。ねえ、ほんとだよね。人事？こういうのってさ、一人一人の力は大したことがないけど、みんなが揃えばこそ素晴らしい力を発揮するじゃん？たとえ一人で起きることがなくても、誰かが起こしてくれるのならば、私は遅刻しないと思うんだよね。ちょっと何言ってるかわかんないんすけど、それは。うわっ！